プロイセン東線とは、ドイツ連邦共和国の首都ベルリンの、ベルリン東駅から、ポーランド共和国のグダニスク及び、ロシア連邦のカリーニングラードを経て、リトアニアとの国境地帯のチェルニシェフスコエに至る、鉄道路線である。かつてのドイツ帝国の首都ベルリンから、ロシア帝国との国境であったチェルニシェフスコエまで伸びる、全長 742.3km の路線である。 最初の区間は1851年に開業し、本線は1871年に全線開通した。1840年以降プロイセン軍は、ロシア帝国との国境地帯への鉄道の必要性を主張していた。民間では関心が低かったことから、1845年にフリードリヒビルヘルム4世が直接建設の指示を出すに至った。当初は、 東プロイセン州議会の反対などがあったが、3月革命後の1849年に建設開始が決定された。1851年7月27日にプロイセン東線で最初の区間として、シュナイデミュール・ブロンベルク駅間 145km が開業した。続いて1852年8月6日には、ディルシャオ経由で、ンツヒに至る区間が開業した。 この当時は、クロイツ・ベルリン間を、ベルリン・シュテッティン線及びシュタルガル特ッ前、線経由で運行していた。1852年10月19日には、マリエンブルクからエルビング経由でブラウンスベルクに至る、区間が、1853年8月2日には、ケーニヒスベルクまでの区間が開業した。ノガト川とビスワ川を渡る、橋梁部分は1857年に完成し、ディルシャウ、 マリエンブルク間が開業した。時を同じくして、キュストリン・フランクフルト間を結ぶ、短絡線とキュストリンからランツベルク、アンデア・バルテ経由で、クロイツに至る路線が開業した。ベルリンへは、ニーダー・シュレージッシュ、メルキッシュ線経由で結ばれるようになり、距離が短縮された。NME は1852年に国有化され、プロイセンクニエウ鉄道に編入された。 1866年10月1日には、キュストリン偶像館が、翌1867年10月1日には、偶像ーーからシュトラウスベルク経由でベルリン東駅に、至る区間が開業して、ベルリン・キュストリン館が、さらに短縮された。1860年6月6日には、ケイニヒスベルクから軍備年及びシュタルペー年経由で、インステルブルクに至る区間が、 同年8月15日には、国境手前の愛イト空年までの区間が開業した。乗り換えはこの駅で行われ、ロシア帝国側には、ベルジュボロボに、国境駅として、キーバルタイ駅が設置された。後に、標準機から後期への代車交換も行われるようになった。1871年には、シュナイデミュール・コーニッツ・ディルシャウ間に、ブロンベルクを回避するルートで短絡線が建設され、 本線が全線開通した。この区間の開業後に、すでに複線化されていたウェルリン・キュストリン管理に加え、キュストリン伊東の複線化工事が開始された。1882年には、シュレージエニ駅が現在地に移転した。プロイセン東線はヨーロッパ屈指の長距離路線であり、東西方向を結ぶ重要幹線の一つであった。第一次世界大戦前は、 北急行なども運行されており、黄金時代であった。1895年時点で1日7往復の長距離貨物列車と、同15往復の長距離旅客列車が運行されていた。1892年には長距離急行列車の運行が開始された。第一次世界大戦後に、プロイセンクニ有ー鉄道は、ドイツ国営鉄道に再編された。ベルサイユ条約によって、 ポーランド回廊が生じた。これによって自由都市、ダンツ比及び東プロイセンがドイツ本土から切り離され、東プロイセンは飛び地となった。プロイセン東部線は東プロイセンとドイツ本土の間を回廊列車で結ぶ役割を果たし続けた。こうした戦艦機における領土及び鉄道のあり方が後のナチスドイツの台頭の一因にもなった。 1939年夏には1日4往復の急行列車、12往復のディーズジア及び1往復の長距離回路列車が運行されていた。ケーニヒスベルクからベルリンまでの 590km を6時間36分で結んだ。第二次世界大戦末期の1945年1月22日にケーニヒスベルクからベルリンへの列車が運行されたのを最後に 列車の運行は不可能になった。東西ドイツ統一後の1991年から東線の名称が再び用いられるようになった。オーデルナイセ線は第二次世界大戦におけるドイツの敗北によって制定されたものであり、プロイセン東線の内ドイツ領として残った区間はベルリンからキストリン・キーイツ駅の少し東のオーデル側までとなった。ポーランド及び ロシア領となった区間の大部分は単線の支線として用いられている。チェルニシェフスコエ駅をはじめ、かつての国境駅の役割は極めて小さなものになった。最近では、国際長距離列車は2009年まで運行されていた DE-448、449列車がピワまで当線を走行したのみである。ミュンヒエベルク駅付近ベルリンからポーランドとの国境の キュストリン・キーツに至るまでの区間の長距離線は、ソビート連邦への賠償のために単線化された。再復線化が行われたのは、トレブニッツ・ゼイコールグルゾー館及び、キュストリン・キーツ・ポーランド国境間のみである。電化はされておらず、列車は、ニーダー・バルニム鉄道によって運営されている。2006年12月10日には、ボンバルディア・タレントのディーゼル車の運行が開始された。 同年12月22日には60年ぶりに一部区間の最高時速が時速 120km に引き上げられたが所要時間は変化していない。ベルリン東駅からシュトラウスベルク駅に至る区間は S バーン5号線が並行している。ドイツ国境トチェフ間はポーランド国鉄203号線、トチェフマルボルク間は同9号線、マルボルクロシア国境間は 同204号線である。コストシンピワンは、伏線、ピワグトビエツンは単線である。グトビエツボガチェボンは、現在再伏線加工時中である。ボガチェボブラニエボンは単線である。エルブロンクカリーニングラートンは、後期の線路が、標準期の線路に併設されているが、エルブロンクブラニエボンについては廃止されており、使用不可である。 トチェフ・ボガチェボ間については電化されている。都市から離れた人口が希薄な地域を経由することから輸送量は少ない。カリーニングラード南駅、カリーニングラードチェルニシェフスコへ、キーバル大間は、カリーニングラードからロシア本土への回廊列車が運行される重要路線である。カリーニングラード鉄道支社に属し、ロシアゲージに改め記された。 現在のリトアニアとの国境管理駅はネステロフである。リトアニアがソビート連邦に併合された後に国境管理機能が必要なくなったことからチェルニシェフスコエ駅が廃止された。ロシア鉄道は現在ネステロフ駅が容量不足であることから国境駅としてチェルニシェフスコエを復活させる計画が存在する。マモノボからカリーニングラードの手前までの区間は 後期とかつて使用されていた標準機の両方が併設されている。後期の線路は西からカリーニングラード駅への伝統的なルートを経由する。一方、標準機は南にそれて東から同駅に到達する。ありがとうございます。